サブカルチャーなどが有名な中野区では今日、ディープな町の魅力を発信する観光大使の審査会が開かれ、個性豊かなメンバーが選ばれました。このイベントは中野の魅力をアピールするために今年発足した中野区観光協会が開いたものです。審査会には130人の応募者の中から最終選考に残った19人が参加。グルメの街にちなんで料理を食べた感想をリポートしたり、テーマに沿った自己 PR を行うなどしました。皆様の中野、中野魂を忘れたみ、中野ラブクルー、よろしくお願いします。そして審査の結果、個性豊かな8人が観光大使に選ばれました。私、中野区が本当大好きで、中野ブロードウェイの中にあるものはもうほとんど詳しいので、こう見えてもそれをこれから世界とかに伝えていけたらなと思います。自分その音楽をやるんで、何かその音楽的な曲を作ったりとか、中野区のそういうことをしてみたいですね。また審査員として参加した中野区の田中区長は、中野の街を全国に売り出してもらい、皆さんと一緒に街自体も成長したいと観光大使に期待を寄せていました。